聞く会カメラマガ2019年9月11日お楽しみ様です。一般社団法人会カ GPE グローバルピースエデュケーション村松大輔です。本日も皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるよう会カより応援しています。本日の会カメッセージ、カミる方法。セミナー参加者の M さんからご質問をいただきました。祈りとは本来どういうもの、どうあるものですか？イメージとして神様にこうしてくださいとお願いするもの、例えば受験に合格できますようにみたいなと捉えていたのですが、先日のセミナーのお話からするとちょっと違うのかなと思いまして、もう一つお聞きしたいのですが、もし祈りが愛感謝に近いものであるならば、長年他のために祈っている人が病気になるのはなぜでしょうか。以下村松です。素晴らしいご質問ですね。神社で合格祈願、家内安全祈願、心身健康成就などお祈りがあると思います。祈る行為とは周波数帯を合わせる行為です。ラジオ局をどこに合わせるのかっていうようなイメージです。例えば受験に合格できますように、このお祈りが大学生になりたいからというヘルツだけなのか、見栄のヘルツなのか、自分を将来生かしていくためのヘルツなのか、それで実現していくものも変わってきます。エネルギーが先、現象は後だからです。そしてもちろん自分の潜在意識を超えたゼロポイントフィールド側は全て知っていて、潜在意識や顕在意識では分かっていないことの方が多くあると思います。つまりただただどこどこ大学に合格できればかっこいいしという思いでお祈りしていても、ゼロポイントフィールド側の道筋がしっかりとあって、20年後、30年後にその大学へ行った意味をどんどん理解してくるということがあります。会科でお伝えしている祈りとはゼロポイントフィールド側とつながる行為です。白鳥哲監督の映画、筑波大学名誉教授の村上和夫先生のドキュメンタリー映画で祈り、その映画の中にも祈るとは工事の自分とつながることだというフレーズがありました。それを見たときに私もおお、まさにそれだと感じました。工事の自分とはゼロポイントフィールドのことです。図ではこのようなイメージです。祈る行為イコール周波数帯を合わせる行為、そして周波数帯には過去現在未来すべてが畳み込まれているので、今祈りに入ってその周波数帯に入ると未来もその状態、これが予祝の状態です。祈る行為イコール浸る行為ですね。二つ目のご質問、もし祈りが愛感謝に近いものであるならば、長年他の人のために祈っている人が病気になるのはなぜでしょうかとのことです。こちらは考えられるのは3パターンあって、1、 A さん、自分の内側をないがしろにして自己犠牲で私はどうなってもいいからあの人が良くなりますように。2番 B さん、あの人がかわいそうだからどうにかしなくっちゃ。3、 C さん、ご病気という状態を通してそこから自分を生かし周りの方々に勇気を与えるなど貢献していく。1の場合、 A さんの意識はどのヘルツにいるでしょうか。 A さんの自分発信は私はどうなってもいいヘルツです。その祈りの浸っている周波数帯で祈られていても、どうなってもいいヘルツを広げているので、祈られている側に入るヘルツは
どうなってもいいです。 B さんも同じですね。かわいそうだからヘルスを広げています。 C さんの場合、お人のために祈っていても C さん自身のご病気が治らない。それはそのご病気を通して自己実現をしている。自分にできることを通して自分の喜びのヘルツを広げていく。 C さんがこの世に生まれてきて伝えたいメッセージがあったとして、それをもしかしたら C さんが健康な状態で伝えるのと、ご病気を体験されて辛さを乗り越えた振動数で伝えるのと、世の中に伝わる影響力が全然違います。そういう意味でご病気のままでいらっしゃるという尊いお方もいらっしゃいます。そして他の人を祈っても治らなかった A さん B さんも同じように、そのご病気があるから自分の人生が生かされていくということになっていきます。そもそも幸せとは出来事ではなく、あり方です。幸せとは環境ではなく周波数帯です。まだまだお会いしていないのですが、大阪在住で全国に大活躍されている日本一無口な講演家としても有名な河村武明さん、34歳の時に脳梗塞で倒れ、48時間後に助け出された後、不随、喋れない。絶望から這い上がり、素晴らしい絵を描きながら全国公演をされ、全国の人たちに深い感動を与えていらっしゃいます。人生の中に不可能なことは意外と少ないものなんです、などの著者です。本当に素晴らしいあり方です。病気がない方がいいかもしれない。けれど、健康体である方が不満たらたらの人もいらっしゃいます。意識が重要です。人を祈っても治らない。そこにもいろいろと意味がありますね。ちなみに研究データでは、周りから祈ってもらう人よりも人のために祈った人の方が癌の治った人のパーセントが高いというものもあります。どの意識から祈るか。開花で伝えている祈りはゼロポイントフィールドとつながる行為として伝えています。ありがとう、も立派な祈りですよ。その周波数帯に入っているから。いつも最後までお聞きくださりありがとうございます。では皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。